はい、こんばんは、よもようと申します。さあ、ちょっとね、また緊急連絡動画を撮ってますけど、久しぶりのよもやま速報ということでね、ちょっと気になるね、ニュースがあったんでね、それをね、見ていこうというパターンでございますね。もう、ね、出してるわ。画面、ワイプの画面に変えちゃってるんだね。この状態から始めたんだ。ということで、まあ、早速見ていこうと思いますけどね、こんな感じで気になるニュースがありましたと。4月以降、YouTube で切り抜き動画を全面禁止、プラスブランディングになってないと、いうことでですね、切り抜き、まあ、多いですよね。非常に増えてます。その切り抜きが、もう全面的に禁止するという方向でいくらしいですと、いうことですね。これ非常に大きな、転換点になりそうですよね、ということです。もう YouTube 全体にとってのね、非常に大きな転換点になるんじゃないかなというところでございます。まあ、ちょっとまず記事を読んでみましょうか。いろいろと思うところがあるんでね。1月21日、登録者数484万人は、YouTube 上での切り抜き動画を全面的に禁止すると発表しましたと。切り抜き動画は、なくなった方がプラスと判断したということですね。今回の動画で、ヒカルは、今年4月から、自身の切り抜き動画を一斉に禁止すると発表します。切り抜き動画はプラスブランディングになってないと話すヒカル。禁止に至った主な理由は2つあると言いますと、いうことですね。1つが、切り抜き動画には、キツリ動画が多すぎる点。まあそうですね、多いですよね。再生数が伸びている切り抜き動画は、一見するとネガティブに見えるものが大半を占めているのだとか、これにより、視聴者が自身に本来と異なる印象を受ける可能性があると光は指摘します。これ、もうちょっと、噛み砕いて説明をしておくとですね、あくまで私の意見としてね、要は、まあ一応 YouTube、一応投稿してる身として、補足をしておくと、いやいや、ちゃんと動画見たら、ちゃんと光が映ってないってわかるやんって、言う人もいると思う。それはヒカルさんのファンで、ヒカルの動画を見てる人ならそれがわかるし、だから、釣りでね、サムネイルで釣ったってね、そんなに意味ないやないの。だって、それで動画見たらさ、ちゃんと中身わかるかなって思うと思うんですよ。これヒカルさんファンは絶対そう思うと思うんですけど、これね、非常に大事なところがあって、インプレッションとクリック率っていうところの話になってくるんですけど、インプレッションのクリック率っていうのが、ヒカルさんの動画がその切り抜き動画、ヒカルさんの本家、まあ、どれぐらいか。それで、切り抜きがどれぐらいかっていうのは、パッとわからないですけど、うちの場合だったりするとね、見れるかな。まあ、うちのチャンネルだったら別に 見られて困るところもないと思うんで、こんな感じでね、YouTube スタジオって、これで YouTube の、YouTuber さんっていう人も一緒の画面です。まあ、私はブラックモードにしてありますけど、基本白画面でやるのかな。でもね、結構ね、目がずっと見てると疲れてくるんで、ブラックモードでやってる人の方が多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんなことは良くてですね、この中のアナリティクスっていうところがあります。で、ここのところでいろいろ再生数とかそういうデータが見れるんですけど、まあ、うちの場合でしたら、月に大体5000再生とか入ってる。なんか、ここの、数字が何かっていうと、これ、1日の投稿本数ですね。この日は何日投稿しましたよっていうのがずらっと出てます。まあ、うちの場合は異様に多い。ここは、1の場合は1、このマークが入って、投稿がない日は、ここがすっからかんになっているという感じですね。ライブだったらなんか電波のマークになってるかな、とかっていうような感じで、このマークになってますわ。とかっていうのがあったりしますけど、まあ、うちの場合は、毎日投稿ね、ずっとやってるんで、なんかここなんか変な数字になってるの、これは、うちがバカみたいにアップロードした人、1日11本、11本、アップロードしたね。っていう、10本か？もっと上げた気がするけど。もう1本。あれ、23。あ、あれか。21日だから。あ、そっか。またあれだ。この22日、もう一つ後に、すごい、またいろいろと上げてましたからね。その兼ね合いですね。っていうのは、まあ、今のところはどうでもいいんだ。で、こんな感じで視聴回数ってなります。これが要は見られた数です。これは変な話。1秒でも見られたら、カウント入ります。YouTube の場合、1秒でも見られたら入ってますね。っていうことみたいです。で、大事なのは、ここにおいて、リサーチじゃなくてね、ここのね、コンテンツっていうのか、コンテンツで、いうのがあるんですけど、
まあ、パッと見ると、まあ、こんな感じでショートとか結構、最近ここら辺細かくなって、いろいろと見れるようになって、ライブっていうのは何、基本うちは今もライブ放送ね、やってませんからね、たまになんかアーカイブで見られてもらった、見せているのが、ちょろちょろって入ってるぐらいですね、なんですけど、こっちじゃなくてね、この全体で見てみると、こんな感じで、いろいろと見れるんですわ。で、動画で見てみると、うちの場合だと4366再生あって、ショートが690、だいたい700再生ぐらい、月に入ってますよってことです。まあ、これちょっとショートが、最近ちょっと今アップロードが、本編の方のね、アップロードが多すぎるんで、ちょっとそこら辺が難しくなってるっていうのがあるんですけど、こんな感じ、動画で見ないとダメか。大事なのはここなんですわ。視聴数が4366ってなってるんですけど、こっちですね、インプレッションっていうのがあります。インプレッションっていうのが、いわゆるサムネが見られた数だと思ってください。簡単に言うと。サムネが、皆さん、検索とかね、まあ、それかおすすめとか、ずらーって見てると、サムネとかポンポンポンって上がるじゃないですか。あれがチラッと見られた数。そのサムネイルがチラッと見られた数がこれになります。そうすると、うちって意外とサムネイルは見られてるんですね。こんな感じで、土曜日なんかも6728回見られてたりとか、実は、おかげさまでちょっと多めに見られてるんですよ。300人のチャンネルにしては多分これ多いと思います。インプレッション12万っていうのは。で、大事なのはここなんです。12万、ちらっとサムネイルが見られていて、実際に視聴に至っているのは4300っていうことは、実際の視聴に至っているのって、うちはちょっと低いと思います。1万2000、1200で 1% やろ？2400、3600。ですから3、4%ないのかな？ 3.5% くらいかなっていうところなんですね。インプレッションからのクリック率。あ、これ出てる。3%なかったごめん。2.8%です。つまり、単に言うと97.2%の人はサムネイルだけ見てその人の印象が決まるんです。だからサムネイル大事って言われるんですよ。ここのところが多分、あ、こんなにも、そんなにって思うかもしれませんけど、実際これが数字です。つまり、ヒカルさんのチャンネルはさすがにインプレッションのクリック率もっと高いと思います。でも多分10%とかそれぐらい、高い人でも10%とかだと思うんですよ。多分ね、インプレッションのクリック率が異様に高そうなのってどこら辺だろう。まあ、東海さんとかか。東海さんとか、まあ、とかだったら多分高いんだろうけど、だってパッとね、つけてね、あ、東海さん動画上がってるって見るファンがいる人が多いですから、クリック率は多分、それでも30あったらお化けとかじゃないかなっていうぐらいだと思います。うん。っていうことなんです。つまり、そんなにも、だから、うちのチャンネルで皆さんが言ってると仮定すればね、97%の人はサムネだけで判断されるんですよ。だから、釣りサムネをそんなにバカバカ上げられると、再生数上げるかどうかもしれませんけど、それに比例して何百万っていう人とかね、それこそ、ヒカルさんのチャンネルとかのインプレッション数になってきたら、何百万、何千万とかっていう人がね、パッと見てね、ああ、こんな人なんやって、印象付けられてしまうわけでございますね。なので、ここのところが問題だよっていうのはここなんです。まあ、これは一応 YouTube やってないとね、インプレッションのクリック率とかっていうところが、多分ね、肌感が、多分、一般で見ていただいてる方と多分違うと思うんですよね。これ多分、ここの数字のところを気にしてるんだと思います。実際にそれを見たら、クリックしてくれた2%の人はね、見て、おお、なんや、しかし、そんな、なんや、釣りサムネやないか、ちゃんとしたこと言っとるやないかってね。大体そうなんですよ。なんですけど、そういうふうになるんで、ね、で、また、ヒカルさんって、その、印象、もともと持ってるね、世間が持ってる印象の兼ね合いがあるんで、うん。っていうのがあるんで、そういうのもあるということでございますね。っていうところで、指摘をしておりますよ、ということです。異なる印象を受ける可能性があるというのは、このあたりですね。うん、実際にその切り抜き動画自体、その一見するとネガティブでパッて見ないとわからない。で、見てもその最初の数秒とかで判断されちゃったら、そこまでたどり着かれない人はやっぱねっていうかってなっちゃうわけですよ。固定概念とかっていうのそこら辺が怖いところなんですよね。っていうのがあるんで、そこのところを言ってるんだと思います。で、もう一つの理由が、本家の動画が見分けられないという点を挙げています。YouTube で光ると検索すると、切り抜き動画が多く表示され、本家の動画と見分けがつかない、状態になっていると説明と。光は、一
当者から、この問題について指摘される機会が多いといい、結果的には切り抜き動画がなくなった方がプラスは大きいんじゃないかと判断したそうです。要は、新しい新規のお客さんが切り抜きのところで止まっちゃってて、本家のチャンネル登録者数の再生数の増加とか、登録者数の増加につながってないんじゃないかと、いうところなんですね。っていうところを見ました。まあ、これはちょっと二つ意外だったことはあります。まあ、正直、そういうのは起こるだろうなっていうのは分かってましたし、ヒカルさんのところも切り抜きチャンネル、まあ、言うて結構いろいろと出てますからね。まあ、特にショートなんかだとめちゃくちゃ出てるよねっていうイメージなんですけど、それ以外でも10分ぐらいにね、切り抜きした動画とかが多くて、確かに正直、パッとシーンのやつで何だったっけなと思って調べると、正直言うと、切り抜き動画のやっぱ上に来るし、私もちょっと切り抜き動画は確かに 見ますね、そういう時は。っていうのは、ヒカルさんの動画ってそこのシーン何だったっけっていうのを探しに行くのが非常に、まあ難しい構造なんですよね。まあそれうちのチャンネルも、まあわざとそうやってしてるってなります。それは、うちのチャンネルは、もう切り抜きに任せてるところはあるんで、うちのチャンネルが、ね。まあそのあたりちょっと後半に話しますけど。で、ヒカルさんのチャンネルも比較的そういうところで炭焼きをするために、自分のところでドーンと2時間とかの動画を出してる。でも2時間の動画って、連でここのシーンとかって探すの大変じゃないですか。だからそういうのは、切り抜きのところに任せてみたいな感じで、まあ、すみ分けができてていいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、結局これが最終的に、動画の再生数につながってないじゃないかというふうに判断したということですね。自分の本家のところに、だから、本来はそこから、よし、ああ、これでヒカルさんこういうふうになんやっていう新規の人が入ってきて、じゃあヒカルさんのチャンネル本家も登録しとこうっていうふうな、に行くと思ってたのが、切り抜きで止まっちゃってるんじゃないかっていうことですね。うん、だから、自分、再生数、新規の人が入ってこなくて、再生数が、の伸びにつながってないんじゃないかと。リピート再生とかにもね、つながってない。一人で複数回再生することによって、本家の動画が伸びるとかっていうのもあるんですけど、そういうのも結局、もう切り抜きでいいやってなっちゃって、切り抜きのところで止まっちゃってるので、光の本家の方に入ってきてないんじゃないかっていう、ところです。まあ、これは、あると思います。あるでしょう。うん、それは間違いなくあると思います。ただ、これはもう他の YouTuber さんにも全然言えることなんですけど、特にそのヒカルチャンネルの場合はそれの傾向が強かったんじゃないかなと、見えるっていうことでございますね。うん。まあこれは意外だったのはそういう想定でやってるのかなと思ってたんですよ。で、うん。だから、うちがヒカルさんの立場ならね、他にも事業をやってるわけじゃない。それでヒカルっていうのを知ってもらって、それによって最終的にそのヒカルさんのやってるね、事業のところ、例えばリザードとかああいうところですね。そういうところの、反則に、つなげていくっていうところが最終目標であるから、そういうような感じで切り分けとか、そういうのも、切り抜きとかも、すみ分けをすることによって、いけるのかな。で、まあ多分、ヒカルさんのことなんで、多分その収益の一部をヒカルさんに入れることによって、その、いいですよ、みたいな感じのやつをやるので、まあそれです。トータルのところでね、安定化が図れるっていうのを、目指してたんじゃないのかなと思ってたんですけど、多分それ以上に、本家のチャンネルの再生数があんまり伸びてないっていうのがちょっと気になったってことなんでしょうかね。実際にじゃあどんな感じなのかっていうと、ヒカルさんのところが、またちょっとちゃんとデータ取ってみましょうか。ざっと見てみると、直近確かにね、100万超えてるのが、ここか。年初初めて、小焼きさんのやつですね。で、確かにこれは100万いったけど、これ以外いってないのか。ネクステ1万円ボーナスもこれ100万いかなかったのか。あとは何100万いって。レペゼントね、ドーンと盛り上がったですね。で、こんな感じってことで。確かに80とか、ね、ちょっと下がると69、70万もいってないということで。まあ、もちろん、うちのチャンネルがね、もう3年間頑張って全て積み上げて23万再生ですから、それすら、全て超えてきてるんで、おめえが言うなというのはね、間違いなく重々承知はございますけどね。うん。ただ、やっぱりヒカルチャンネルがもともと100万は行ってないとダメだって。まあ、ヒカルさんが言ってたね、100万は行ってないと、まあ、そのトップ YouTuber としての、なんて言ってたの、発言力とか、そういうのは、ちょっと落ちてしまうと。いうところ、いうようなね、ことも
どっかで言ってましたよね。うん。どっかの動画で言ってた。で、100万は絶対欲しい。で、例えば東海とかとネクステが絡むっていうようなこととかを構想したときに、実際構想とかでそういうような話、まあ、だって別につなげれる人いるんですよね。相馬さんって、まあ、もともとは東海さんと、ね、めちゃくちゃ仲が良くて、まあ、昔は一緒の事務所でやってて。で、まあ、いろいろとあってね、今は、すっかりヒカルさんの、ところにね、ところってわけじゃないんですけどね、まあ、すっかりヒカルさんの方で、有名になってるということでございますけど、まあ、そんな感じでね、まあ、ね、ちょいちょい、哲也さんとかも動画にも出てるし、東海さんの方の動画でね、相馬さんがぴよりと呼ばれたりとかっていうこともね、まあ、結構ちょくちょくとね、あるわけでございますから、全然、その、ネクステと光る、東海でね、6対6で、なんか、バッティングバトルするとかっていうようになったら、まあ、っていうのも盛り上がると思うし、全然できると思うんですけど、そういうような構想もあったらしいですけど、その時も、やっぱし、まだ東海さんに対して、東海さんが、ね、今ちょっとまた数字変わってきてるんですけど、まあ、だいたい200は取るよ、という中で、まだ、そのネクステが100を取るよっていうところだと。いうようなところで、まだちょっと差があると。これだと対等な戦いを挑むにはっていうところで、150とか200とかまでドンと上げて、一緒の戦いをしようっていうような話をした中で、まあそういった中でちょっと本家のチャンネルがそこまで今ちょっと地盤沈下してる。まあ実は東海さんも200を最近切ることができてきてる。これあたりもちょっと後半で話しますけど、っていう傾向はあるんですけど、だからそこのところを、単純にこれ数字が、高いから、金銭、まあ、破棄衆と東海さんは、そこに関してそこまで気にもしてないんですよ。まあ、もちろん、再生数があった方が、あるのはいいことだよねっていうところなんですけど、いう中でいくと、まあ、100を切って、東海さんが100を切るようにそこまで来たら、また話が変わってくるんじゃないかっていう人もいると思うんですけど、多分それは、直近は多分起こり得ないと思うんですよ。数字のファンの取り方が全然違うんで、完全に東海さんは東海さんの地盤のところでね、完全に、もう、何土地の基礎を作って、基礎固めから、自分のところでね、やっちゃって、で、そこで建ててる城なんで、本当に城を建てちゃってるんで、まあ、ここの城はそう簡単には崩れないよというのが正直なところなんですよ。なぜなら、東海も、ヒカルさんもそうなんですけど、一番手なんで、ヒカルが好きな人って、やっぱ、まずヒカルの動画を一番最初に見る。そこから、あ、時間に余裕がない。じゃあ、ちょっと相馬さんのチャンネルも見に行こうかなとか、そういうような感じの流れの人が、まあ、多いわけですよね。で、東海さんも東海さんで、東海さんがやっぱり一番おもろい。東海もやが一番おもろい。で、そこから派生して、バーッと見に行く。だから、この前も六面さんと絡んだら、絡んだ動画ね、2万再生とかで、お前大激震やないかって、さすがに申し訳ないからみんな見に立ってとかって言っとったら、もう今20万再生まで行ってますもんね。一気に10倍、平均再生の、チャンネル数の平均再生の10倍まで、ポンと、半日、ちょっと一声出すだけ、ポイッと上げるっていう、それぐらいの力があるわけですから、やっぱし、うん。やっぱ強いわけですね。まあまあまあ、六面さんとね、昔ながらのその、関係性ってのもあるわけですけどね。まあ、っていうのもありますけど、で、いうところら辺でいくと、確かにな、なるほどな、このあたりとかが、下がってきてる。で、これを上げるためには、だから上げたいんですよね、多分。最低100はやっぱり いかんといかん。特にヒカルさんは数字にすごくこだわる人ですから、うん、そこのところで多分このあたりで、じゃあどうすればいいのか。やっぱりそのあたりに、結局金抜きのところで止まっちゃって、本家のところに来てないんで、結局もう全体で地盤沈下しちゃって終わっちゃうんじゃないかという危機感なんだと思います。なので、まあ、ドンと判断したということですね。いなくなった方がプラスは大きいと。ということです。もちろんマイナスがあるというのも分かってる発言ですよね。もちろん、そんだけバーッと広げるっていう力が、拡散力っていうところで言うと、そういった、ところをね、金融機チャンネルを持ってるっていうのは、一つ強みではあるんですけど、それのよりもデメリットの方がちょっと多いんじゃないか。これはサイレントメリット、サイレントデメリットですね。パッと見えるのはパッパッパッって話、わかるじゃないですか。じゃなくて、そこのところ、以外のところね、のところとかのところを判断したらこういうふうになるということだと、いうことなんだと思います。で、昨年11月に、中田敦彦も、金抜きを禁止する。そう、これが話題になりますね、あっちゃんが。切り抜きで生計立ってる人もいるかもしれないというか、光が切り抜き動画を禁止するのは4月からということで、今1月の20、これが21、23で今撮ってますけど、20ですから、
あと3ヶ月ぐらいか、今年度中ということで、ね、4月、3月まではあれですけど、それ以降、切り抜き動画は義務付けしたり、削除申請を出していく予定として、もうお互い時間のムラが生まれちゃうだけなんで、あげないようにお願いしますと呼びかけました。まあ、つっても多分あげる人もめちゃくちゃ出てくると思います。逆に言うと、なんて言ったらいいの、今まで既存で多分上げてたところの大手さんは、もう絶対、ね、もう、あげたら即わかるわけですしっていうか、ね、もう、わかっちゃうんで、あれですけど、新しく新規でね、やろうっていうね、それこそ海外の人とかでね、ちょっとそれで、ポンと人がね、稼ぎてぜっていう人がね、パパパーっと作ってね、いわゆる、勝ち逃げじゃないですか、当て逃げか、ポンと出して、やるだけやって、バーッと削、見つかったらバーッと削除してっていう、多分いたちごっこになってしまうんじゃないかなという懸念はありますけどね、そのためには、逆に言うと、結局、初期にバンバカバンバカ潰さないといけないんで、まあ結構、そこはまあ言っても結局起こるとは思うんですよね。まあ内側やりませんけど、そう、自分の場合はそんなことやる暇があったら自分の、もう、まだ8月に撮った動画を出してね、まだ10月にも11月にも12月にもね、お正月にも撮った動画があるのに、まだ手つけれてないのよっていう状態なんでね、自分の動画を撮っとってあげたいんだよ。で、まあ、やりたいこともまだまだいっぱいあるしね、自分で、動画にしたい。まあ正直、うちは、ネタに困ることがないチャンネルなんで、いくらだってネタなんて、もう、ネタのストック200も300もありますから、全然いいんですよ。それをやりたい。ただ YouTube やってるし、っていう人なんで、まあ、うちが切り抜きに行くことはないんですけど、ただ、多分、他の人はね、そういうふうに、ね、やりたいことがあってやるって言ったらよくて、YouTube で一山あ稼ぎてるっていう人は、一番手っ取り早いですよね。ヒカルさんなんて数字持ってるし、で、パッパッパーって切り抜くって、スイカのショートも、これから収益化がだいぶらしくなるってなったらね、それで、バーッと貼っとってね、やるだけやって、で、しかも、ね、これ日本に住んでる人だったら国内法で、ね、すぐに見つけて、法的対処とかもしやすいんですけど、海外の人、ね、例えば、ね、ちょっとお隣の、ね、大きい国のところとか、のところの人がね、まあ、何十億って人がいるわけじゃないか、もう分かって、何十億はいなかった、十何億って人がいてね、その人たちの中でね、で、しかも法を超えてね、その訴訟とかも、めちゃくちゃ難しくなるじゃないですか。そうすると、やりたい。要はパーッとやって、数だけ稼いで、お金だけビャーンって入って、えいってできちゃえるんだよね。そこはちょっと気をつけないといけないんじゃないかなと思いますけど、で、まあ、切り抜き動画禁止してるところで言うと、その中田のあっちゃんと、星川さら、二次三次のね、星川さらちゃんもそうですね。もうやって、どういうような発表して結構、話題になってましたもんね。禁止にあたっては、二人も、大体、同様の理由ということで、こっちの中でもね、ちょっとし、えっ、ー、と、あっちゃんの方のやつは特にわかりやすいかな、っていうことで、こっちの方が、と見ていくと、11月4日にやってますね、禁止と。で、ここのところでちょっと経緯を触れてます。2020年に、2チャンネル創設者のひろゆきさんが、切り抜き動画の解禁っていうのをやって、まあ、もともと2チャンネルとか、ニコニコ動画自体が、コピー、よくコピーライト、著作権でコピーライトって言ってますけど、ニコ動とかも特に結構始めた頃に、そういうこと、ミクさんのやつとかね、わーっと広めるよっていう時に、じゃあ著作権のところとかの考え方どうするのってなるときに、コピーレフト構想っていうのがあって、コピーライトっていうふうにして、あれじゃなくて、権利はちゃんと持ってるけど、もう自由に使っていいよっていう、で言うフリー、ウェアみたいな感じ。権利フリーの、著作権フリーのフリー音楽とかあるじゃないですか。ああいうような感じで広めることによって、その知名度は上げることができるとか、そういうようなところで、いうふうにして、共有するようにして、結局トータルで、それで利益を出した方がいいんじゃないの？ねえ、ジャスラックっていう、すげえ喧嘩を売ってた時期がある。まあ、10年以上前ね、とかね、そういうようなね、2チャンネルとかでね、そういうような議論とかがあったりしたわけでございますよ。で、いうのがあったりして。で、まあ、そのね、結構構想もともとずっとある、ところでひろゆきさんなんで、まあ、当然切り抜き動画っていうのを、自分のところでぐるぐるーっと喋ってね、それこそ2時間ぐらいの動画をわーってやって、それを切り抜きでね、ポンポンポンってみんなが作ってくれたら、それの収益の1%取りますって言ったら、何もせずに1%の不労所得が入ってくるんですよっていう発想ですよ、ひろゆきさんにした。そしたら自分は、ね、パリの方からね、適当にね、わーって喋ってね、ひげのおっさんとかとわーって喋ったのはね、それ切り抜かれて、それがなんか100万再生とか、みんな頑張って取ってくるわけですよ。そのうちの1万再生分の収益になってくるわけですよ。簡単に言うと1%だと。
キャインキャインが入るっていうようなやり方ですんで、それが今、ひろゆきさんになっても、もうどんだけチャンネルはもう、切り抜きチャンネルねっていうぐらいわーってあるじゃないですか。そういうところからチャイ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 って入ってくるので、気がついたらここが100万再生頑張ってたって、この人が100万再生っていうのが何百人っていう人が、それをやって稼ごうって頑張ってやることによって、頑張れば頑張るほど、ああ、ありがとうってなるわけでございますよね。っていうのが楽だよねっていうことで、これね、すっげえわかるんですよ。なんでうちのところも実はすっげえそれに近いところ。は考えてるんですけど、で、チャンネル登録数、再生数をね、増やしました。で、実際、ひろゆきさんに関しては、それでチャンネル登録数や再生数も自分の本気のところも増やして、ウィンウィンって言ってますけど、多分ひろゆきさんの、一番の目標は、チャンネル登録者数を増やすとか、多分再生数を増やすじゃなくて、それでみんな頑張ったらならない。俺、何もしなくても、それでチャリンチャリンが入ってくるんだったら楽じゃんっていう。多分、そっちの方のが、重点を置いてるんで、多分成功したっていうのもあると思うんですけど、どっちかというと、他の人たちは、特に、中田敦彦さんとか、ヒカルさんは、それによって、自分のチャンネルに、入ってくる人が増えるよねっていう発想だったんだと思います。だから、この記事に書いてあるような感じのところが、第一目標だったと思います。多分、このひろゆきさんの第一目標は、それで、増やすじゃなくて、切り抜き動画って言って、みんなが頑張って働いて、勝手に働いて、従業員でもないのに勝手に働いてくれて、雇用関係でもないから、給料も払わなくていいのに、勝手に自分で稼いできて、その一部を、なぜか俺を社長ってあがめて、わざわざお金を出して、渡してくれる。ラッキーっていう。いいじゃん。勝手にみんなが働いて、勝手に動画投稿とか頑張って編集してくれて、それが俺の金になるってめちゃくちゃ楽じゃんって、1%だけど、ゼロの働きで1%が入れられるんだったらめちゃくちゃいいじゃん。だからもう、うちは編集とか何も考えず、ぐらぐらーっと喋ればいいっていう、あれなんですよね。っていうところですよね。そこが多分違うと思います。で、で、後彦さんも、それで、昨年5月、2021年の5月かな、に発表してみたんですけど、記念日動画が3億回突破とかってなってますもんね。その中、えー、な、あ、そうなんな方は、4月にサブチャンネル投稿した動画の中で、今後切り抜きを容認しないと発表しました。VTuber の藤川さん、これ11月の記事なんで、切り抜き禁止を宣言したことによって、潮目が変わってきたと話します。一番最初は天サラちゃんの方でしたよね。で、切り抜き動画では、まあ、これも、自分の、その、プロモーションに対してマイナスイメージになっているということでやってましたよね。で、切り抜き動画では、元の投稿主と切り抜き広告主が、広告収益をステップアップするのが一般的ですが、収益は一切もらっていなかったとのことっていうことです。あ、そういうふうにしてやってたんですね。あ、だとそうですね。その収益の方で回っても、自分のところに入ってこないとあれだからっていうところですね。で、一文もこっちに収めてない人に何か言われる筋合いないとしつつ、死ににするはあまり効果がなかったからだと説明します。要は、無料でとかはしてとったんで、まあ、それだったら、要は先言っとった理論は成立しないわけですよね。ですから、自分のところのチャンネル登録数を増やすっていう、ところに振らないといけない。まあ、そのためにはいっぱいワード作ってもらった方がいいやってことでやってたっていうことですね。なので、そういうふうにしましたよということでございます。で、ファンの信頼を損ねる結果で、まあ、要求はコストをかける長時間喋り続けるスタイルで配信しており、切ることに意味があると語るような方はね、一方、自身は編集した動画を投稿しており、登録の動画も少ないため切り抜きの、動画がバズらなかったとのこと、本体の方が強かったと言いますということなんですよね。しかも視聴者からは、中田さんのトークチャンネルみたいに切り抜きがやたらと数名に出てきて混乱します。何が本家なのか分かりませんといった声も寄せられていたそうです。そこに加え、切り抜きチャンネルの間でも、競争が激しくなった結果、トゥイサムネが増える事態になっていたのだとか、トゥイサムネとは、動画内容と、いつだって大きなサムネイル画像を使って、視聴者の興味を引かせる手法ですが、YouTuber 本人は信頼を損ねるため、あまりやらないとなったと話します。しかし、切り抜き投稿者はそのことお構いなしのトゥイサムネが乱増される、状況になったということですね。まあ、実態にそぐわないようなサムネイルがバーッと出る。まあ、まあ、別に、本気系でもな、日本は確かにね、あんまり釣らない傾向かな。東南アジア、まあ、まだ釣るっていうサムネイルをそんなにがっつり作り込むっていう傾向はあんまりないか。ですね。ですから、あれですけど、切り抜きは一時期のトレンドにもあると。かつてはテレビ番組ホラーアップロードだ
った、YouTube もコンプライアンスが年々厳しくなり、暴力的なものや追い出し、攻撃的なものから排除されてきたと説明。YouTube の動画のクオリティは3年以内にテレビを超えるものが主流になり、コンプライアンスも同様に厳しくなると予想しますと、いうことですね。まあ、これの中でにもありますよね。こんな中、テレビ業界ではありえない、切り抜きは一時期のトレンドに過ぎる、おそらくシャビになる、もしくは、なくなるんじゃないかとの考えを示しました。そうした予想のもと、中田は自身のブランディングのための切り抜き禁止を決定、切り抜き投稿者に対しては技術を生かしてオリジナルコンテンツに進出すべきだとアドバイスするとともに、自身は意地悪をしているのではなく未来を見ていると説明しました。なお TikTok 切り抜きについてはしばらく様子を見ると、まあ、TikTok は、ね、自分のところ の, そのテイトリー範囲以外ですからねということだと思います。うん、まあ実際その、トミー次第とかするのが結構 TikTok 大変そうですけどね。うん、っていうような感じのやつが出てましたねということでございます。まあ実際そのトミーサムネとかさっきも言いました、これは一緒の理論ですね。ヒカルさんのところで説明した通り、実際には、その見たらちゃんと分かるからいいやないかって思う人がほとんどですが、それは中田敦彦さんのあっちゃんのファンで見てるか知ってただけなんです。だから、そういう風になってますよということなんですよね。まあ、このあたりに関しては、半分正解、半分どうだろうって思う、意義も捉えたくなるところもあったりしますね。まあ、このあたりもちょっと、後々説明をしてきますけど、ヒカルさんの方に戻ると、こういうような感じで、この流れとかを受けた感じで、大きいところでは3つ目ですね。このところ、小さいチャンネルとかでどういうふうになってるのかわかりませんけど、こういうような流れっていうことで、まあ、先説明した通りですね。ですから、長い動画を上げているところだと、そういう傾向があるっていうところでいくと、ヒカルさんの動画って基本的に、もちろん編集動画なんですけど、どっちかというと長いじゃないですか。1時間半とか、2時間とかね、超えるやつもあるんで、そうすると切り抜きでね、パッとわかりやすくするっていうのも、目立つんじゃないかなっていうところ、なんでそういった意味で言うと、あっちゃんのところよりも、あっちゃんのところは20分とか30分のガッと編集した動画が多いんで、じゃあそういったところのね、の切り抜きが失敗するのかって言ったら一概には言えないわけですよ。じゃあ成功してる例ってどこって言ったら、まあ多分間違いなく東海オンエアさんはやっぱこれ上げるざるを得ないですね。東海オンエアさんのところは切り抜きチャンネルめちゃくちゃ多いんですよね。特に昔はここのところではその2020年ひろゆきさんが先駆者のように語ってますけど、実は、東海オンエアさんって2016年とか15年、16年とかかな、ぐらいから、それこそ御三家って呼ばれてる、もともと、東海ランキングさん、リリーさん、エさんが、っていう御三家って呼ばれてるところがあって、そこなんかはもうずっとやってるわけですよ。どれぐらい前からやってる？東海ランキングさんが、もう24万人いて、2013年に登録するもんね。古い動画は、昔のやつとかだと、2年前とか、やっぱ初期のやつの方が結局上がってはきてるけど、あれか。ちょっと、あれですけど。そうか、そうか、そんな感じなんですけど。でも、すごいのが、例えば、人気のやつでいくと、直近1年以内に上がった動画で、1000万再生超えてますからね。切り抜きで1000万再生は、さすがにこれはエグいけど、っていう風になってるんで、めちゃくちゃすごいですよね。まあまあ、さすが東海では、あとはリリーさんとかね。リリーさんとかが有名か。もう多分上に来ますもんね。となんかもう、もともと長いことで、2018年か。ね、登録ってやってますよね。で、もともと、これ2021年から、収益化をしてるってなってますけど、元々のそのスタンスとか2016年か2017年ぐらいの動画で、元々東海オンエアさんはなんか切り抜きっていうのがあるらしいけど、まあ、収益化、それでお金をチャリンチャリン、自分がチャリンチャリンしてなかったら、収益化してなかったら、広告つけてなかったら別に勝手にやってもらっていいですよっていう公認主義だったんですよね。そういう意味で言うと、一番最初にその、ザーッとやって、いわゆる中田敦彦さんと同じですよね。編集してる動画のところで、やってて、で、まあ、勝手にやっていいですよ。で、まあ、自分もチャリンチャリンしないでね。俺がもうそのチャリン、
っていうような感じだったんですね。自分たちにチャリンチャリン入ってこなくても別にいいけど、自分たち、それで、ね、チャリンチャリンをされると困りますよっていうようになって、まあまあ、まだ牧歌的な時代っていうのもあったんですけど、っていうような感じでやってました。なので、まあ、昔から作ってる人がいて、いわゆる古参って呼ばれる、リリーさんとあと S さんね。あ、そうか。変わったんだった。この絵で出てくるんだね、やっぱし、ちゃんと。A さんね。もう A さんに至ってはね、東海オンエアさんの動画でまさかの、名前を、改名させられるというね。そう、昔は、このひらがなの難しい A だったんですけど、なんだったっけ、A を見て、あ、この A と E を、古い字の E と A を、見つけるっていう動画で、見つからなかったら A さん改名っていう、なんか勝手に、振られてしまって、しかも 本当に見つからなくて、改名ってなって、ちゃんとその日のうちに、その改名に対する、動画を出してっていう、さすが反応が すごいなっていうところでしたけど、っていうようなことをやってる、とかっていう感じで、だから、もう完全にもう巻き込んじゃってるんですよね。東海オンエアさんもやってるし、で、2021年に、ウームさんのところで、いわゆる公認制度っていうのを、作って、公認のところは収益化してもいいですよ。で、その間に何パーセントかのやつを、チャリンチャリンを、東海オンエアさんの方にちゃんと流してくださいね、ウームさんに流してくださいねっていうような、契約方針を出したんですよね。結果的にそこからさらに、切り抜きチャンネルがバーッと増えて、今何十チャンネルあるの？東海の切り抜きって。なんか、ショートの方見てると、どんだけ切り抜きチャンネルあんねんっていうぐらい、なんかもういっぱいありますけど、っていう状態にはなってます。だから、いう中で言うと、東海オンエアさんは多分、切り抜きチャンネルをそんなに規制する、傾向は見られない。まあ、これ多分、東海オンエアさんが切り抜きを禁止って言ったら、多分、ヒカルさんよりも騒ぎになりますね。まあ、再生数があるっていうのもありますけど、まあ、これだけ結構、ね、用途やってて。で、もう変な話、で、もう一人そう言っとった、リリーさんに至っては、CBC で、この前テレビ出演してましたもんね。東海オンエアの聖地巡礼のアンバサダーみたいな感じで、東海オンエアに詳しいファンの人って言って、ファンの人代表みたいな感じで、リリーさんって出とって、まあ、それはファンの人もの間でも有名なところなんで、大体、東海オンエアさんの本家の動画でも、ちょいちょいとこの3人はね、なんだ、御三家に切り抜き、みたいな切り抜き動画を作ってみよう、みたいに。自分たちで、その御三家みたいな、切り抜き動画を作ってみようっていうやつとかでね、バトルしたりとかいうようなのを本編でやったりとかね、いうような感じでやってるところだからね。っていう中で見ていくと、なんだろうね、結局プラスになってない。まあ確かに、じゃあ東海さんの切り抜きやってるところで、なんだろう、じゃあ、釣りがないのかって言ったら、別に釣りはあるっちゃあるんですよね。あるっちゃあるんですけど、なんだろうな。まあ、それ以上に、もともとこれって昔からやってる2015年とか2016年から切り抜きやってる、強いところがあって、他のところとかでも、やってるところがある中で、傾向として違うのは、例えばさっきの東海ランキングさんなんかがわかりやすいんだけど、リリーさんの傾向、リリーさんは完全に、御三家で言うと、あれですよね。ザっていう、自分の好きなシーンをいろいろ、このあっち気な好きなシーン集っていうのが一番有名ですけど、好きなシーンをいろいろ集めるって言ってるんだ。それであれですからね、500万再生とかまで行くわけですからね。そのシーンの切り抜き。で、どっちかというと、いろんなところの動画の、その面白かったシーンとか、似たようなシーンを、例えば、おつ川特集とかって言って、おつ川で撮ってる動画集とかね、とかいうような感じでまとめたりとか、もう好きなシーンだけをとにかく集めたよっていう、やつとか。気に入りにくで400万、300万、200万再生とか、バーっとあるわけですからね。すごいよな。まあ、だって見たことあるもんな、切り抜き。で、東海ランキングさんとかで行くと、さっきも言いましたけど、実は、切り抜きって言っても、ちょっと、また意味合いが違って、例えばさっき言っとった、伸びてる動画っていうのは、パッと見てみると、3時間、2時間、3時間なんですよ。もともと20分とかで動画やってる人の切り抜きチャンネルなんですけど、3時間とかにして、要は良かったシーンを名作集みたいな感じでバーッと、まとめて、
ザっていう定番にあった1000万再生、こうやって隠れた名シーンって言って、ああ、こんなシーンあったんだっていう、ちょっと重箱の隅を続いてるような感じのやつで340万再生あるわけでございますよね。まあ、これはちょっと強い。これはちょっと例外的に強いところですけど、まあ、こんな感じで、長い長期編のやつ、短編20分とかやってるところの切り抜きって言ったら短くするっていう傾向がある中で、逆に3時間とかっていうような感じにして、保存版でずっと見ていられるような感じにするので、再生数が入ってるとかっていうのもあったりするわけですよね。まあ、そのあたりがちょっと他の、ところと、切り抜きチャンネルの趣向がちょっと違うというか、まあ、正直言うと、東海さんの切り抜きチャンネルはレベルが高いですよね。そんな感じで昔からやってる人も多いし、で、いろいろとやってるところもあるっていう中で、いう中で、まあ、多分競争は激しいんだと思います。で、多分下手なやつを上げると、何せ自警団がすごいんで、東海ファンという、ファンの人たちがね、パッと見つけてね、いや、それはおかしいんじゃないのって言ったら、もう、すぐにね、バチバチと、なりますから、そうなると、なかなか、なんていうの、流動性が少ない分ね、東海オンエアっていうさんのコンテンツっていうところが全体的に流動性が少ないっていう中でやってる中でいくと、そういう感じで、ファンの人がわーっと見に来るところで、要は、内需でこう回っていく感じになってるんですよね。だからその外部の流入っていうところで言うと、まあ切り抜きとかをやってるところは企画で外部流入に入ってるんですけど、それによって、じゃあこれぐらい増やさないと費用対効果がないよねとかっていうのは、もともと総会用意さん自体にそこまでの考え方がなくて、まあ増えたらいいね。で、いっぱいなんか作ってくれたら嬉しいねっていう感じなんですよね。だから、まあ逆に言うと、それによって、これ、そんなに数字が取れないから、ね、ビシッて切るっていうことはない。まあ、わかりませんよ。もしね、今度再生数もっとガタ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 下がったら、また、テコ入れをしないといけないとかってなってくるんかもしれません。まあ、それこそ多分、だからね、東海さんの場合は多分、再生ラインのところの話になってくる。だから200万再生を最近ちょっと切る動画が増えてきてるなっていうのはあるんですけど、東海オンエア。パッて見てみると、またこの辺りはやると思いますけど、パッて見てみると、ちょい、1週間ぐらい経ってる動画で見てても、ちょいちょい200万切ってるのがあるのは、これはやっぱりその切り抜きとかの影響もないわけではないと思います。2つ大きな要因あったと思って、1つ目がワールドカップを境目に、YouTube 全体の再生数が落ちてるのかなっていうところが見て取れるんですよね。他のコンテンツに行ったダゾーンとか、ワールドカップ、あのあたりが一つちょっと節目になって、有料コンテンツに会員登録して見る人が増えたんだと思います。その結果、有料コンテンツの会員になると、金払った分、特にサブスク的なね、ダゾーンとか、ネットフリックスとか、ディズニープラスとか、あのあたりのやつは、お金払ってるんだから、その分元取らないとって言って、そっちの方をやっぱ優先的に見るんですよ。そうすると、やっぱ、有料のコンテンツなんで、当然お金もかかって作ってるやつがいっぱいあるんで、しかも2時間の映画とか、そんなのがバカバカ見放題で見れるわけでしょ。すると、2時間の時間が取られるわけですよ。時間って人間有効なんで、特に日本人って余暇に使える時間が極端に海外と比べると少ないですから、海外っていうのはヨーロッパとか、アメリカとかの話になってきますけどね。韓国人の人も、働いてる人ってもうむちゃくちゃ働くからあれなんですけど、労働時間がね、長いとかって思うんですけど、日本人も基本的に労働時間がもう底上げして長いんで、で、いう中で言うと、家庭のこともあってとかって言うと、余暇に使える時間っていうのは非常に少ないんですよね。そんな中で、じゃあ YouTube、余暇の中でも YouTube を見る時間に割くっていうと、例えば、それが、どこだったか、これはね、全世界平均だと3時間になるらしいです。多分、日本人だと2時間とかになってくるんじゃないかなっていうところなんですよ。そうすると、その2時間の枠をどうやって争うかとか、じゃあ、その中の YouTube 見てる時間が、例えばね、忙しい人、これが、いいよ。多分4時間ぐらい見れる人もいるんですよ。で、2時間ぐらいしか見れない人もいるっていうところだと思うんです。平均したらその3とかになるかもしれないけど。っていうと、日本の場合は1から3ぐらいになってると思うんですよ。忙しい人って多分1時間ぐらいしか見る時間がないんですよ。よっぽどね。忙しい人って。いう中で、それ忙しい人って何かっていうと、20代後半、20代前半、中盤ぐらいまではね、なんやかんやって、後半ぐらいまでは、見る時間があるんですけど、
30ぐらいとかに入ってくるとね、まあ仕事が忙しくなるわけですよ。で、家庭ができるわけですよ。結婚して家庭ができて、子供ができてとかっていうのができてくると、子育てにかける時間ができてくるとかっていうの、これは男性の人、女性の人で、仕事は仕事で忙しくなる、ね、立場ができてきてね、まあ残業なしでとかっていうのも難しくなってくる。ね、まあ、いやいや、責任者だから残ってみないといけないしとかっていうのできたりするわけですよ。まあ40近いんでね、そういう経験もしてきてるわけですけど。ですから、そういうようなところで行くと、どん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 と見る時間がふわっと減っていく。で、今まで2時間見とった人が1時間になる。そうするとどうなるのかというと、単純に全部の全体のチャンネルを見る時間が半分になるんじゃなくて、半分のチャンネルが切られるわけですよね。その分水嶺上にいたのが、今だから30代とかに入ってくるわけですよ。今まで、YouTube の見ていた若い世代って言われてた、20代前半とか中盤って言われてた世代が、どんどんと、年代が上がってきて、30に差し掛かってくる。ここが分水嶺だと思うんですよ。ですから、ヒカルさんとか、柴田さんとか、ラファエルさんとか、チャンネルが厳しいって言われてるのは、30代に入ってるんですよね、もう、皆さん。30代に入って、なおかつ、伸ばして、まあ、ヒカキンさんとかやっぱ別ですよ。です。っていうのは、頂点に立てるってのもあります。もちろんそれもあるんですけど、結果的に技術向けの作品だから、10代の子たちが見やすいような作品。家庭でね、パッとつけた時にね、よく言うじゃないですか。東海オンエアさんの動画をね、まあ、さすがに週末だし大丈夫だろうと思って、ポチッと、つけたら、控室だと、だから大丈夫だろうと思ってポチッとつけたら、いきなりどしもねったから入って、家の空気が凍りつきましたって、なんかラジオで言ってましたよね。どうしてくれるんですかって。いや、そんなこと言われても、じゃあ、シューモネタ全部禁止にしたら面白くなるのか、東海オンエアは。ならないだろう。っていうのでね、いうような笑いをしとったんで、東海オンエアらしいなと思いましたけど。で、いうような感じでいくと、まさにその、リビングでパッと YouTube をつけたときに、ポンとつけても、親子さんもお子様も安心して見れるのはヒカキン TV にしてあるんですよ。だから、ヒカキン TV は、入ってくるんですよ。10代の子たちも見るから。今から、これからの YouTube を見るよって人たちは、やっぱ結局最初に見るんで、だから入ってくるんで、問題ないです。じゃない、30代のところで、保ってるところっていうのは、ほぼないわけですよね。結局、だから相馬さんとかが苦しいって言ってるのも、結局そこなんですよね。やっぱ一番手に入ってないと、そこの結局、もう見る時間が物理的にないんで、子育てしないといけないですから。ね、子供はわーわー泣き始めますからね、赤ちゃん泣き始めるし、ね、それでね、動画なんか見とったら、いや、動画なんて見てない、ちょっと家事手伝ってよとかってなるわけでございますよ。ですからね、難しい。で、そのあたりとかを、あ、そうか、東海はそうだ。いるんだ。初対面がいるし、もうお子さん育ててる、柴犬さんとか、ね、育ててるから、そのあたり実体験で分かってるし、だからそこのところで共有ができるから、逆にパパもね、結構、あるらしいです。柴犬さんの、パパあるあるみたいな、子供あるあるとか、もう、うちなんか子供いないんで、へえと思って見てたけど、周りでね、まあ、実際子育て、もうお子さんがいるね、人とか、まあ、うちの年代なんで、さすがにいるわけですよ。周りで職場でいるんで、に聞いてみると、もうむちゃくちゃわかるらしいです。ほんまある、ティッシュ、ふうふうふうとか、あった、やられた、やられたとかって言って、めちゃくちゃ本当に、あるらしいんで。なんで、そういうような共感運用なところとかも作れてるっていうのが、だから、やっぱおもろい。やっぱ東海最高ってなって、東海しか見んっていう。まあ、っていうか、他のチャンネル見る余裕がないですよね。で、中で行くと、20分とかで、30分超えが作らないじゃないですか。昔10分以内の動画やったところから増やしてるとはいえね。増やしてるとはいえ、っていうところで行くと、何だったっけ、そう、30分とかっていうのは、見るっていうのは、そういうふうにして、ちゃんと、見やすい動画で、いうのを作る。あともう一つ言うと、東海オンエアさんは、まだ30に入ってないっていうのは、一つその30の分水嶺、30台に入る分水嶺のところに、実はまだかかってないチャンネルっていうところなんで、これからさらに、見る人が、まあ、見る時間がどんどんなくなってくよっていうふうになってきて、今、そこに差し掛かってきて、200切ることが出てきてるっていうのは、それもあると思うんです。何回もね、同じ動画ね、見返して、わははっていうのは、なかなかしにくくなってるっていう、ところでは、物理的な時間の問題でね、
で、いうのがある中では、やっぱし、ちゃんと再生数が入ってるっていうのは、そういうところなんだと思う。だけど、とりあえず200期っていうのは、言った感じで、金融機チャンネルとかがわーってあるっていうのもあるし、全体的に下がってきてるっていう中で、そういったような要因、2つあるよ。他のところに流れてるのと、本当に、見る時間が、全体的に、なんか余暇の時間が減ってきてくるよ。これからね、この20代、30代の3人かかってくるよっていう、この YouTube 世代と呼ばれてるところの人たちは、これからどんどん時間がなくなってくるから、だから今すごく力を入れないといけないって言って、危機感感じるのはすごくわかりますし、うちのところはそんなん感じてないのは、そんなところをもう超えてしまってるんで、40なんで、もう次40、あ、もうすぐ39か、もうすぐ39、ですから、ですからね。もうそこのところ超えちゃってるところなんでね。もはや、そこから始めるってなってるんでね。だからまあ増えないのも分かってますしね。そもそも同世代を狙ってるのかって言ったら別にそういうわけでも世代の見方じゃないんで、別の完全に横の層、世代のね、縦層じゃなくて、勝手に横層のところで、層のターゲットを絞ってるんで、別に10代の子でも、こういうのが好きなのは好きだよねっていう感じで絞ってる。だから50代の人が見ても、10代から、もうそれこそ10代、10歳くらいからね、面白い人は面白いと思えるし、60とか70超えてても、こういうのはおもろいよねと思える人は思えるよっていうような軸で絞ってるんで、あんま世代に絞ってないんで、っていうのはあります。そういう方のチャンネルの方が結局強いですしね、後から入ってきた人が、あとは、腐らない動画ね、旬のものを扱ってないんで、10年後にじゃあ、10年前の広島の動画見てみたらどうなるかって言ったら、それはそれで、ああ、そういや、こんな建物あったな、こんな店あったなとかってなって、おもろいじゃないですか。っていうふうになると思うんで、そういうような感じのやつとかね。それこそあの時普通にね、乗ってたフェリーとかも、あ、今のフェリーと全然なんかちょっと違うねとかっていうふうな感じの楽しみ方とか、できるような構成にしてあるもんで、っていうような感じでね、楽しめるっていうような、のをやってるんで、うちのところは、まあそういう感じで作ってるってわけでございます。なんですけど、そうじゃないところはね、やはり、そのチャンネルができる。ただこれで、本当にヒカルさんのチャンネル、多分ね、一時的に伸びますよ。減るんで、で、削除になるから、残らないですから、そうすると、かなりね、ヒカルさんのチャンネル自体は、多分そのヒカルさんのやつが、直接上がるようになってくるんで、再生数も増えると思います。ただ問題は、それで、その見たいシーンとかをパッと見たいよっていう需要が拾えなくなってくるんで、じゃあいいやってなっちゃう人が、どれぐらいいるかなんですよね。だからその懸念が高いのは、ヒカルさんとコムドットなんですよ。コムドットも、あ、でも、コムドットはでも、本件も数字持ってるからいいのか。なんか聞いてると、やっぱコムドットの動画を見る人と、東海オンエアの動画を見る人って真逆の、これはそのファン層とかっていうのもありますけど、聞くと面白いのが、東海オンエアのファンの人って、音が出せない環境でも、絶対東海のやつは見るって言って、画面だけで見て楽しむらしいです。人もいるらしいです。究極ね、東海オンエアのファンって究極、音がなくとも、画面が、だけ見て楽しむことができる。コムドットの動画好きな人って聞くと、最悪、画面見なくても音でトークしてるアンギリとかユータの声聞いてるのが楽しい。掛け合いを聞いてるのが楽しいから、最悪、朝、時間がない時に化粧しながらとか、ちょっと画面をじっくり見えないような状態でも、コムドットの動画を流して楽しんでるっていう人がいらっしゃるです。音で楽しむのに重点を置いてる。ファンガの人が多いのがコムドットで、見ることに対して重点を置いてる人が多いのが東海オンエアっていうのは結構、ふわっと聞いとった時に、なんかね、みんなこの傾向なんですよ。東海オンエアの動画を見ずに楽しむっていう人はなんかね、まああれ画面見てね、ドーンって、面白いところも多いですからね。逆に言うと、そのテロップとかもあと入っとって、テロップ見とけば、ああ、今こうやって言ってんだ、芝居またバカやってるわ、とかってわかるんで、それで、わーって面白いっていう。ね、そこに芝居の歌とか入ってる場合には、そこから歌のところだけはもう一回ちょっと後から聞き直すとかっていうふうにしてみるよっていう人もいるらしいです。すごく忙しい人シリーズの場合はね、っていう感じらしいです。まあ実際忙しい人っていうのはそういうふうになってくる。そうすると最後にやっぱ残るのはそういう、その世代の頂点にとっている人しか残らないっていうのはあるっちゃあるんですよね。その人にとっての一番で。まあ、どこに寄るか。まあ、その中で言うと、実は相馬さんが、あれだけ、後から入ってきて60万、チャンネル作りなして60万ってすごいし、あと再生数持ってるところだと、その翔さんね、
30超えてきて、その壁入ってきたから、これから本当はガタガタって減るはずなのに、ちゃんと、若い世代のところとかもちゃんと取ってるっていう意味で言うと、だから言ったところの対策ってやっぱできてるなってところだったりするんですよね。それいくと、まあ、あと、翔さん、まあ、そんなに気抜けできてないかっていうのも、強いのかもしれませんけどね。あんまり見ないよな。相馬さんは切り抜きどんどんしてくださいって言うと、まあ、何せその、10万再生とかっていう分数字のところに立たされてるんで、とにかくいっぱい認知度を広めたいっていうところを言うと、拡散能力がありますからね。だから、全然その光さんの100万の壁のところで戦ってるところと言うと、ちょっとまた、話が違うんで、っていうところはあると思いますけどね。ただし、光さんの動画に関しては、それで本当にちゃんとニーズ拾いきれるのかっていうと、特に、うちなんか、忙しくなってきて、うちらなんかの場合はね、30代の人たちとか、忙しくなってきて、それこそ長い長尺動画はそんなにじっくりと楽しむ時間ができなくなってくるっていう問題があるじゃないですか。そういう中で言うと、じゃあ、どの動画を見ようかなって時に、長い動画しかない、本気だけ長い動画しかない、一から見るのちょっとしんどいわってなって、ポッと下げられて、10日前とかに、あ、でもまあ、趣味趣向が違うから全然そういかないのかもしれませんけど、だから、ヒカルさんみたいな感じのやつでやってて、10分、15分ぐらいのところで互換性があるようなところ、だから相馬さんが伸びるんじゃないの？っていう、だから、結果的にこれ、あ、いいや、これやると多分相馬さんが伸びるという結論になるの。あ、じゃあいいんじゃない？まあ、うち相馬さん、なんやかんや言ってね、相馬さんの動画好きなんで、いいじゃない？よし、そう、じゃあいいんじゃないかな。まあ、結果的にプラスになるのかなっていうところですけど、まあ、そこのところ、だから長期的なところで言うと、そこでコンテンツ属性が、できていないっていうのは結構土台崩すことになるんじゃないかなっていうんで、うちだったらどうなのかなって思います。正直言うとね。逆に言うと、東海オンエアさんの場合はそこの土台をもともと自分のところで強い土台を作ってやってたところに、そこの横のところにね、まさに町のようですね、岡崎城っていう城があって、そこに城下町のように、切り抜きチャンネルの人たちが作ったところがあって、で、ファン層が、わーっとあって、で、そこにみんなが集まってくるっていう、構想なんです。いやー、そうなってくると、だから、多分東海オンエアさんが、だから、激震走りますよ。東海オンエアさんがもしね、こんなような発表したら、ね、切り抜きチャンネル全部禁止って言ったら、めちゃくちゃ激震が走ると思いますけど、今のところは、それのことやる必要ないし、やらない方のか、東海オンエアさんの場合は、変な話、そういった長尺動画勝手に作ってくれてるしね。時間があるときに、あ、よし、これでいっぱい、楽しいシーンを見ようとかって、わかりやすくて、だから、1000万再生も行くわけですよね。っていうことなんだと思います。え、えぐいしょ、切り抜きで1000万再生、しかも1時間長尺の方がね、まあ、長尺動画行きやすいロジックっていうのは、またおいおい語っていこうと思いますけど、なんだったっけ、なんでこんなに喋ってんだろう、なんだったっけ、結論的に言うとですから、そのあたりはちょっと気になるところだなっていうところです。まあ、実際どうなのかですね、これで。多分、短期的にはすぐは、また100万再生回復すると思いますよ、ヒカルさん。ただ、そこからの底上げっていうところ、地盤のところを切り崩す、形になるんで、意外とその、切り抜きチャンネルっていうのは、上に立ってる目立った、客寄せパンダみたいに見えかけて、そういう風にして結構切り抜き、そのあたりのところは、長期的だから3年後、5年後、これが結局響いてくるんじゃないかなと思います。だから今のうちに、切り抜きチャンネルとかをわーっと増やして、地盤を固めておいたチャンネルが、これ、後々、ガチッと底堅いチャンネルになるんじゃないかなということでですよ。今困ってる人いると思います。そうです。ヒカルさんとかね、あっちゃんのところとかでね、切り抜きをやってた皆さんですよ。これから路頭に迷うわけです。さあ、どうしたらいいんだ？誰の切り抜きをしてたらいいんだね。でも今更ね、東海さんのところ、もうこんだけ多いですからね。もう、オーバーストアに見えるけど、まあ、多分参入人する、これから切り替えて参入する人は増えるでしょう。どっかいい、ホロライブとかももう切り抜きいっぱいあるよ。で、ホロライブなんかも切り抜きで成功してるのはそれもありますよね。大空どこでしょうとか見やすいですよね。スバルちゃんのところのやつで。やっぱ配信言うてるのうちなんかもその、仕事終わってから、編集とかやってるんで、人一倍見る時間がないわけです。まあ、子育てとか何もやってない一人暮らしなんでね。そこのところをもう完全に割り切ってね、もうね、結婚もしない、子供もね、
作らないって、もう割り切ってるんで、で、そうすると、この YouTube を作る時間っていうのは生まれて、東海さんぐらいをチラッと見ると、相馬さんとかチラッと見る時間とかっていう中でね、配信2時間とかぐらっと見る時間はないわけですよ。そうするとね、まあ、なるべくね、スバルちゃんとウイママとかはね、時間があったら見るようにしてますけど、うん。あとは、そのあたりかな、ラミちゃんとか、あのあたりとか、あと、ウンガちゃんね、うん。うん、あまあ、日3時ホロライブとか分けずにっていう感じですけどね、うちの場合は。うん。だから、絶対数はそんなに見れてないっていう中で行くと、大空どうでしょうって、特に水曜どうでしょう好きなんで、ちょうど分かりやすくね、大泉さんネットとかも、ポチポチっと混ぜながらやってるんで、あれ見やすくて好きなんですけど、とかっていうね、ところがあったりするんで、もう、だいぶ、そこら辺で固まってきてるんだよな。っていう中で行くとさ、困りますよね。さあ、独立参入したらいいんだ。ね、相馬さんのところ行った方がいいのかな、どうかな、っていうところで、ここがあるで、ここがあるでと。そんな困ってるヒカルの皆さん、1時間も付き合っていただきありがとうございます。見てないよな。ここまで見てない気もするんだけどな。そんなね、ヒカルチャンネルさんのね、ところの気に気合ってた人でね、さあ、怒涛に迷った皆さん、朗報です。これ、朗報がございます。スターステール、当スターステールチャンネル、気に気、ガンガン作って OK でございます。どうですか？うちのところの切り抜き作りませんか？っていうのね、うちのところはね、特徴としてね、100取れます。うちのところでね、もう収益化したらね、全然 OK です。収益化 OK です。そのうちのね、何、公認契約とか結んでね、数パーセントこっちの方にとか、折半とかっていうようなね、そんなめんどくさいことはしません。100あげます。うちのチャンネルは、その方針です。で、これに関しては、著作権を完全放棄するではなく、著作権を使って、自由に作ってもらっていいです。まあ、著作権フリーの音楽と同じような感じだと思ってください。で、やってます。で、基本的にはテロップ付けをするだけでも、基本的にはその動画の 1% ぐらいの以上は何かしらを変えておいてほしいっていうようなぐらいの最低条件にしてます。同じ動画をそのままアップロードして、はい、切り抜きっていうのは、とか、ね、サブチャンとか、そういうのは、NG なんですけども、そのまま上げるっていうのはダメなんですけど、ということ、同じ動画に、何、テロップをつけて出しました。は、OK です。テロップ付けとかっていうような感じの切り抜きなんかも全然 OK です。それとかしてくれるんだったら、まあ、それでポンと上げてもらって、で、最終的にね、うちのところもね、それで知名度が上がってね、収益化とかになってね、まあ、なった時にね、ちょっとね、ライブとかやった時に、ちょっとね、スパチャとか投げてくれりゃいいですよ。うん。うん。それでいいんです。それでいいんです。全然いいねで大丈夫です。ございます。そういう感じでやっていくっていう方針なんですよ、うちのところは。うん。ですから、別に何も、役打ちに1円もやらないもんね。でも、いいです。いいんです。それで儲かるんだったら、どうぞ儲けてください。楽して儲けてください。どうぞ、どうぞ。ね。うちのところ、言うて、1300本。もうすぐ1400本。動画コンテンツあります。無駄にコンテンツありますから。で、しかも伸びてないってことは、知名度がないってことはね、広げるね。で、このチャンスなんですよ。どうですか？いくらでも余裕はありますよ。1400本。メインチャンネルで1400本。他のところのね、やつと合わせると1600本ぐらい動画あるかな。他のところで200本ぐらいは動画上げてるはずなんで。っていう風になってるんで、いいですよ。今お買い得ですよ。うちのところはそんな、何の契約もいりません。勝手に、収益化登録してね、やってもらったら大丈夫です。もう、それで、潰すとかそういうような話とかありませんので、ぜひやりませんかというわけでございます。ほんと、ちょっと変えたらいいですし、まあ、ダイジェスト版みたいに聞いてもいいし、よし、つなげてね、ここのところとかって言って、総集編みたいなのを作るもよし、何でもあり、しかも 100% あなたの取り分になります。いいんじゃないですか。条件はいいですよ。うん、ですんでね。リンクとか貼ってくださいねとか、そういうような最低限のリンク、ね、条件ね、まとめた動画があるので、それもまたちょっとリンクに貼っときますけど、概要欄に貼っときますんで、それも見てもらったらいいかなと思いますけど、そういう感じで、うちのとこやってるんで、ぜひね、これでね、まあ、切り抜きチャンネル作れなくて困ったわーっていう人はね、ぜひ、うちのチャンネルで、作っていただければどうかと思います。まあね、ダメ元で作っても、何せ、取り分100なんで、
もう、ね、なんかそれでまあまあ言うこと。ただ、あまりにも事実とねじ曲げるようにね、窓みたいなやつは、まあ窓ってしてもらってたらいいですよ。いいんですけど、あまりにも私の本来言ってることと真逆になるようなこととかね、かなり、実態にそぐわないような、意見になるような、やつを出してもらいたいですけど、サムネイルに関してはもう釣りだって出るもんなんで、もう釣りだってね、判断してもらうしかねえと、いうことで、それで印象操作とか言われてもね、そういうもんだというふうにね、特にまだ10代の子とかはね、もうそこのあたりね、ポリポリできてる。そういうもんじゃんっていうふうな、割り切りで、もう達成できてるんでね、どっちかというと40代、50代とか、そういう達成のない人たちがね、パッと、先入観にとらわれされちゃってるんで、まあ、それが、そこの人口が多いのが、まりもんではありますけどね、っていうものとか言っちゃね、うちは40代、50代のお客様を大切にしていかないといけないんだ、そこら辺の人はね、チャリンチャリン持ってますからね、そこら辺の人にチャリンチャリンしてもらわないとね、うちのところも何してね、もう300超えましたからね、負債300超えたんで、そろそろまずいんだ。そろそろ収益化しないとまずいんだ。ということでね、そういう感じでやっていきたいと思うので、また興味ある方はね、ぜひ、どんどんコメントとかでもどんどん言ってくれたら、全然、うちのところも暇なんで、全然言ってもらったら対応しますんで、ぜひよろしくお願いいたします。という、自分のところ、こういうね、他人の、ね、やつに乗っかって自分の利益を儲けさせようという、浅はかな人のチャンネルは伸びないよっていう結果でございますね。そういうことでございました。お後がよろしいようで、まあ、よろしくお願いいたします。と。ありがとうございます。ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、気になる方だったら本当に連絡してくださいと。金融機関には本当に募集してますんでね。よいしょ。1時間？